はい、皆さんお疲れ様です。今回はバラすよ、こいつをバラすよ。でバラすにあたって、まずはこうビデオカメラの方はこの車体の方を、映して、それで細部はですね、ここのアクションカムで私がこうやってる様を、記録していこうと、今回はそういう撮影方法をやっていこうと思っております。で、そのためにこういう帽子かぶってね、帽子のところにこうアクションカムつけてるんですけども、アクションカムつけて、でここがこれ、ここのモニターがこれなのね。コントロールもここでやるんだけど、という撮影方法でやっていこうかなと思っております。それでですね、前回の序章といいますか、あれで、コメントをですね拝見すると、割と皆さん勘違いしてるみたいで、今回のこの仕事ですね、5万円で受けて、でうーんとかって私が言ってるのはあれ何なのかっていうと、5万円じゃ予算が足んないんですよ。で私が あやりますこうやりますって言ったのを、皆さん特価でやってるように思ってるみたいですけど、特価じゃないですよ全然。5万円の仕事しか私やりません。だって 5万円で受けたんだから5万円の仕事をやるんですよ。で内訳どうなってるかっていうと、5万円でしょ、5万円のうちにね、うちの1万円がパーツ代なので、1万円でバラして、あ、1時間で、だいたいね、私のお給料は1時間1万円ですんで、あと4時間しか使えないってことね。部品代で1万円食っちゃうんで、あと4万円しかない。4万円ってことは4時間しか使えない。で、4時間をどう時間配分するかっていうと、バラしてパーツを整備する、使うパーツを整備するで、これで1時間。組むのに1時間。想定外な問題を解決するのに1時間。で、あとは梱包したりなんだかんだ、その他もろもろで1時間。これでもう、あれなのよ、4時間使っちゃうんでシャンシャンなんですよ。そういう計画で、多分それは予定通りに行きます。私にとっていつものことなんで、これは予定通りに行きます。で、組むのに1時間ってできんのって言うと、できます。前なんかロードかなんかを組む動画を私アップしてますけど、あれね、40分ぐらいで1台組んじゃってるでしょ。フレームバラバラ、フレームだけになってるやつにザッとパーツ組んで調整なんかをやり終わるのに40分ぐらいで済んじゃうんですよ、私は。マニアの人がね、大体半年、半日ぐらいかかると思うんですけど、そういう仕事を私は40分でやれるの。だから、すごい、仕事がめちゃめちゃ早いわけですよ。ね、商売やってるぐらいですから、もう30年近く商売やってるんですよ。めちゃめちゃ早いの、速度が。だから、時間かかんないの。時間がかからないってことはお金がかからないんですよ、ね、で5万円で受けても割に合う仕事になるので、今回の場合はですね、こうやって動画で YouTube でアップするように作ってますんで、こうやって今話してる時間なんかも入れちゃうと、それはまた別計算ですよ。実際リアルに作業やってるのは4時間しか私やらないです。やらない予定で、多分それは予定通りに行く。なんでね、よその自転車屋さんがこれをやらないのかっていうと、勉強する気がない。仕入れたものをシャッと売るっていうの、これ勉強いらないのよ。で、バイトでもできちゃうわけ。そのくらいにある意味簡単なのよ。技術的なこととか何もいらないわけ。だけど、これをバラしてきちっと仕上げてみたいなのは、よほど勉強して、よほど経験積まないとできないんで、そういうことをよその自転車屋さんは嫌がる。で、まずこれを、どう仕立てるかって考えること自体、それも嫌だしね。仕入れたものをフィャッと売る分には頭いらねえから。で、これをどうにかするっていうのは頭使うんですよ。自転車屋さんはね、バラすのがまずできない。彼らはバラせない。バラすにもノウハウがいるし、それを取得しようっていう気もないし、従業員雇って、その人が技術があったとしても、その人に余計に給料払おうっていう気もないし、で、その人が辞めちゃうと、その技術は失われちゃうしっていう、そういうことなんで、だから、バラして何かこう、新しいの組み付けて、それでお金をもらうっていうビジネスモデルを、よその自転車さんは嫌う。結果、私のところに仕事が集中する。で、私が儲かる。みたいなことになってます。そういうことになってます。
さて、まあ、とにかくそういうことね。利益はちゃんと出てる。で、割に合ってる。で、私がブラックな仕事は私はやりません。きちんと利益が出る仕事をやってる。それ以外にですね、儲かるかどうかわかんないけど、とにかくチャレンジしようっていう仕事はやるんですよ。そういう仕事もある。だけど、こういう、なんだろう、何がどうなってどうなるっていうのがこう見えてるような仕事で、それで儲からないような、商談をやったりとかは私はしません。プロなんで、きちんと、利益が出るように話をまとめて、で、それで話がまとまらなかった時には、もう、縁がなかったですね。みたいなことになります。そういうふうに私は仕事やってますんで、じゃあ早速行きましょう。じゃあこっちのカメラをスタートね。さて、で、こういうのはね、どっから行くかっていうと、いらないパーツを萌えでいくところから行くのよ。ね、で、今回の場合じゃなくても、大体ケーブルは廃棄だから、ケーブルバチバチっと切っちゃって、それから、ケーブルバシバシ切って、あとチェーンも切って、で、まあ、それぞれのパーツが汚れちゃってますからね、さっさと、いらないものを、いらなくて汚れてるものをどんどん廃棄していくぞと。で、廃棄するときに肝心なのは、怪我をしない。それから部屋を汚さない。そんなところかな。で、こういうのをね、ちゃっちゃと捨てると。よいしょ。よいしょ。ちゃっちゃと捨てる。で、こう古いパーツを廃棄していいかどうかも、ちょっとオーナーに確認しておかないといけないですね。これで、あとはですね、まあ、ばらせるやつからどんどんばらしていくんですけども、よくネットの情報とかね、あと専門書とか言うかな、そういうのなんかに、こういう、ラスペネとかを、潤滑剤をまずこう、パーツに吹いとけという解説をしているやつもありますけども、どうだろうな。それが有益かどうかってのは、まあ、やんないよりかはマシって感じかな。私はあんまり、信じてないというか、あんまりそういうのは、ケミカルぶっかけりゃなんとかなるっていう説を私はあんまり支持しませんけれどもね。おまじないとは違いますけども、いずれにせよそんなには、当てになるとは思っていませんけれども。で、この辺も、どんどん廃棄。うわ、錆びちゃってる。すごいことになってるな。これはどうなってんの？これもヘキサゴンか。こういうですね、ミラーとかがついてると、あ、これはここじゃないのか。マイナスドライバーだ。こういう普段見てないパーツがあると、どうしようみたいなふうに思うんですけどね。で、こういうミラーって大抵何の役にも立たないんで、いかがなものかと思いますが、まあ、自転車のミラーもなんか決定版みたいのが出てくれるといいんですけどね。なかなかいいのは
ないですね。本当は私はあのアイウェアの中に入っているのがいいと思いますけどもね、それは出てくんねえかなとか思ってますけど、こういうのがね、こういうのが作業の敵になるんですよ。まあ自転車はできるだけシンプルイズベストなんで、あれこれごちゃごちゃつけない方がいいんですけども、まあごちゃごちゃつけたくなるというのが人情ですね。でこのグリップはもう廃棄なんで、とっととこうカッターで、で今私ちゃっちゃかちゃっちゃかやってますけど、皆さんは注意してやってくださいね。じゃないと手切りますよ。さて、今ヘキサゴンレンチこう突っ込んでますけども、こういうレンチ類もね、頭が崩れちゃってたりとか、なんだ、作業がまずくて崩しちゃうのとか、あとは錆びさしちゃって、レンチが入んなくなっちゃってたりとか、そういうのがありますから、最初の一発を用心して作業しないと、物をダメにしちゃったりしますね。さあ、よいしょ。こういうのもね、うちなんかはこうステムを広げる工具とかも使うんで、これがスポーンとこう抜けるんですけどね、まあこうガラスための専用工具も揃えてますよということで、まあ工具を揃えるっていうことは、要は コストがかかるってことですけどね。で大抵ですね、そういうコストのことをお客さんは全く、気にしません。自分がお金払うのばっかり気にしちゃってて、仕事をやってる側もコストがかかってるっていうことをまるで気にしてないですから、なんかこのぐらいタダでやってよみたいなことを言うんだよねで実際タダでやっちゃう自転車屋さんがいっぱいあるもんだから困っちゃうんだよね。ここがなかなか取れない。よーまた。でこれで回んない時にはですね、もっと長いやつ持ってくるとかで、頭が崩れちゃいそうな時にはまあそれでまたいろいろ対処法があるんですけどね。
これ厄介ですね。この F メカは多分あの特殊な径でもバンドで締め付けて固定できるってタイプの F メカだから、これはなかなかあのこの1個をダメにしちゃうと替えがないということになりますね。よっ、うわぁ、ペダルが閉まってない、トルクが全然足りてないですね。あー、スルッと取れちゃう。ベンチで閉まってるだけか。うわ、閉まってない。うわうわうわ。全部がグズグズですね。待って待って。クランクも取ろう。全てがトルクが足りてないな。うまくないですね。
うわ、うわ、ってなっちゃいますよ。ああ、みんな閉まってない。なんでだろう。閉まってない、全然閉まってない。なんとドルフがかかってない。うわ、サビだらけ。うひひひ、すごいことになってんな。さて、ここまで来たら、もう30年ぶりの、30年分の汚れが強烈ですね。これで前後入れ替えて、フォークを、ヘッドはもしかしたら生きているかもしれない。はい、ということで、バラし終わりましたね、一応ね。で、ちょっと重量を測ってみましょうか。これね、これ単体ね。で、ここ上下の腕がついてますけど、まあ無視できるぐらいの重さですので、私の読みは2キロぐらいじゃないかと思うんだけど、あ、違った、3キロジャスト、 3キロ重いね、やっぱりね。それでね、何年か前のアルミのフレームがありますから、ちょっと参考までに持ってきましょう。これね、これなんか今時だなって感じでしょ。これはね、多分どんくらいだろう、 1.2 キロとかそのくらいじゃないかと思いますけどね。 1.5 だから
こっちのリッジランナーは倍あります。倍あるけれど、こっちのフレームはね、これはペラペラなアルミなんですよ。折れちゃった、ここが。あれ。ああ、なんだろう、接着剤かなんかでつけたんだっけ。なんか、まあ、いずれにせよ使い物にならないです。ペラペラで金属疲労すぐ起こすわけで、こういうのでね、山をガシ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 走ると1年で割れます、こういうのは。で、同じくこっちを使ってもこれはね一生折れない。金属疲労も減ったくりもないんだよ。丈夫すぎて疲労もしないと思うね、普通に使ったんじゃ。普通に山道をガシガシ走っても壊れない。よほどのことをやらないとこっちは壊れないんだよ。だから軽いってのはそういうことね。軽いとすぐダメになる。へたるのはすぐへたってくる。で、折れるのがガンガン乗る人は1年です。これは実は知ってるんだよね、みんなね。知ってるけどみんな黙ってる。面白いな、世の中ってのは。アルミ全盛だった時代があったじゃない、今から十数年前とかさ。今カーボンが主流になっちゃったけど、アルミばっかりの時代が、ロードもマウンテンもね、そういう時代があって、その頃ってガシガシ乗るアマチュアの人だって1年で終わってたよ。で、調子よくビュンビュン走るのは最初の1ヶ月とか、そんな時代があったんだよ、アルミ全盛の頃はね。で、ダメになる。で、買い替えになる。で、こっちは一生乗れる。だから一生乗れるを良いとするかだよな。だから私なんかは、へえ、一生付き合えていいじゃんとか思うけれど、だけど新たな刺激を求めたい人にとっては、とっとと壊れてくれるこっちの方がいいやという考え方もあるんだよね。あとは、絶対的に重量を軽くするのはこっちがいいし、速いのもこっちなんだよ。言い方変えりゃこっちは重いし遅いんだよ。だけどずっと使える。だからどっちがいいかだよな。どっちがいいかで、今市場はこっちの方が正しいってことになっちゃってて、消費者も売る側もみんなこっちに行ってるっていうことなんだよ。こっちは捨てられたってことなんだよ。だけどこれに乗り続けたいっていう人は私に相談してください。